しもっちの新恋はウォーカー、久しぶりの、散歩レポートですね。今回は新恋は北口にある、広場で遊び場プロジェクトっていうのが毎月開催されています。9月まで開催されていますね。ここは今日は天気良かったので、人がいっぱい来てますね。新小岩駅北口はリニューアルしてからね、いろんなイベントがやってますよね。ストリートライブとかね、やってるんですね。去年浴衣を着てマッキーと行った時もやってましたね。消防団募集ですとかね。中川クレープ、出店してますね。今バンド練習してきて、そう、あれですハイボールフェスです。あの上の、ね、そうそう、来月、今月末、今月末、ね、行けたら行きます。ぜひでも、前ここ浴衣で、そうですね、ビール飲んで、はい、撮ったのが懐かしいですよ。飲みました。ちょっとプラッと撮ってきますね。結構ですね、フードドリンクありまして、ね、ローストポークサンドですとかね、中川クレープさんのね、クレープとかも出店してるんでしょうね。試飲会とかお野菜なんかもね売ってますよね。なんか下町の小さなお祭りみたいな感じでいいですよね。お好み焼きスティックっていうのもあるんですね。これは復興支援課みたいですね。宇都宮焼きそばあったり、かき氷、今日暑かったですからね、売れたんじゃないでしょうか。お子様向けのね、ジュース、ラムネもありますし、唐揚げ、フライドポテト、ね、枝豆と、おつまみもありますね。缶チューハイ、生ビール、いろいろあるんですね。遊び場プロジェクトということなので、お子さんが遊べるものがいっぱいありますね。射的ゲーム、綿飴ね、スーパーボールすくいとかね、ありますよね。一番奥に見えるのは、何でしょうね、ふわふわ遊具みたいな。僕らが小さい頃もあったんですけど、今レベルアップしてますね。オリジナルキーホルダー作り、やっぱりこういうのはね、女の子たちが集まって、いろんな手作りのキーホルダーを作っておりました。いいですよね。占い、健康チェックイベントなどありますね。象徴のモンチッチ、ストリートライブをやってます、ね、なんかチラッと見たんですけど、この方は YouTube もやってますし、葛飾区で音楽活動もやられてますよね。サマンサというバンドだったと思います。 PTA 会長さんとかなんとかってなんか言ってましたけど、面白いですよね。そういった方がこうあっちの祭りとかで流れるってことですね。さあ、そういった遊び場プロジェクトのついでにですね、たまにはプラッと新小岩を紹介しながら散歩していきたいなと思います。ここは南口のね、駅前ですよね。右手にはシャポー、新しくできました。そして、クッターナですよね。クッターナの中をちょっと通っていきましょう。左手に工事コーナーがあるんですけども、僕はここのですね、銀座レンガチョコレートっていうんですかね、生チョコが、冬場ですかね、季節で売ってまして、そこの生チョコ好きですね。右手にはモスバーガー、前には西友がありますね。西友は1階の、ね、生鮮食品ですかね、24時間やってますからね、いつでも買いに行けていいですよね。でちょっと左の方に入って曲がっていくと、目の前にはね、けんちゃんありますね。焼肉やけんちゃん、遅くまでやってるみたいですよ。そして奥には有名な立ち飲み、デカンショー、
今日はここを右に小道入っていきます。そうするとすぐにね、ハラルフードのお店がありますね。ここら辺もちょっと異様な雰囲気ですよね。香辛料とかね、いっぱい売ってますからね、そういうの好きな方は覗いてみるといいと思いますね。左手はですね、ここは結構飲み屋ビルみたいな感じになってるんですね。そして有名な門鈴さん、この日は昼間の3時過ぎぐらいですかね、もうね開いてまして、中を見るとね、お客さんがもうすでにいっぱいですね。さすが門鈴さんですよね。さあ、そして進んでいくと目の前にはピカソがあります。そしてピカソの右を入っていこうと思うんですけど、ここは中通りって言われている通りですね。油そばやってますね。上によっちゃっていうお好み焼き屋さん、有名なお好み焼き屋さんありますよね。そして右手シャッター閉まってますけど、ここはちょっと前にできたスポーツバーみたいなカジュアルな感じのお店ですね。今いらっしゃるんですかね。店長さんはすごく気さくな方でしたね。その建物の3階はタコスバーがあるみたいですね。たまにインスタとか上がってますよね。まだ行ったことないんですが、ここって階段で上がってくんですよね、3階まで、ね、ちょっと興味ありますね。で、隣がのれんがかかってたところはなんかネイルショップみたいな、一見居酒屋さんみたいでしたけどね。そしてもつ焼きセンター、右には北の宿ありますね。ここもね、夜になると飲み屋さんいっぱいあるんで人通り増える通りであります。そして奥の方にまた飲み屋ビルありますよね。あそこに目指して行くお客さんも多いようですね。恋歌だって。そして、白もつ有名ですよね。のっていう居酒屋さんありますよね。ここも休日は昼からやってて嬉しいですよね。そして左を見てみますと、ね、八百元さん、八百屋さんなんですけど、もうここは新小岩の特に南口の台所と言われているような八百屋さんですね。いろんな果物、野菜売ってますよね。まあ、いつも僕もここで買っております。充電で重力かなんかだね。あとはバランスも多少やね。この日は結構ですね、重力で平らにあれなんだ。僕が持ち歩いてるジンバル、ジンバルにですね、興味すごい示してくれました。テレビ局のあれもあんまり手ぶれしないのか。そうですね、で振るのは振って、電動で振ることもできたりする。今日はライムをね、これはもう手動ですね。水平だけ、水平だけ保って、で、こうで手動で振るだけ。そしてこの綺麗な白い建物、はい、こちらはですね、もうすぐ名取寿司のビルですよね。なんか話に聞くと2階に名取寿司さんが入って、1階が違うテナントが入るようなことをちらっと聞いたんですが、どうなんでしょうか。ちょっと もうすぐ7月過ぎには名取さんがオープンするような話も出てますね。そしてイムカ、ここも食レポしましたね。サムギョプサルが美味しかったですね。普通に焼肉、韓国焼肉とかも美味しいですよ。さあ、ちょっと進んでいくと、この十字路の角にはポーキーズキッチン、ありますね。今日はですね、そこを左に曲がった小道にあるソルティ、食レポもしましたし、新小屋クイズでも、お世話になったお店です。今日はそこでちょっと小腹が減ったのでランチを
食べようかなと思います。ここがそうですね、綺麗な可愛らしい、間口になっております。噛み切りました。はい、ここでも大丈夫です。ごちゃごちゃしてます。はい、大丈夫です。いや、見ました、 YouTube。 あ、そうか、本当に面白くて、私10回ぐらいに。みんなが間違えるのも面白い。面白い。 YouTube 見ましたってやつ、座右の銘上がんないです。これ座右の銘上がんないです。流れですからね。なんか今度ギャリックさんと何かやるんですか。ギャリックとちょっとやろうかなと。つまみ考案みたいな。それをいろんな店舗でやっていこうかなと思います。あ、すごいですね。なんで、まあ、いずれぜひよろしかったら。チアードさんのつまみを。うちの山椒のカクテルと、はいはい、いろんなお店のそれの合うおつまみセットにして、はい、で両店舗で売る。あ、山椒を漬け込んだジンがあるんですよ。あの、うちで漬け込んでるやつ、はい、クラクラットジン、それのジントニックがうちの売りなので、はい、そういうお酒に合わせて、あの、いろんなお店でコラボできたらなと。さあ、今日のランチは桜エビとアスパラのペペロンチーノ、とても美味しかったです。それではまた次回お会いしましょう。